教科書よりも、ちょっと詳しい中国史のコーナー。チャイニーズヒストリー。今回は春秋の五派の一人、秦の文公についてやっぞ、ほらやっぞ。紀元前1046年、周の武王は殷王朝を打倒し、新たな秩序を作り出した。それは、自らの親族や忠臣に、土地を与えて統治させるという封建制を基盤とした、周王朝中心の社会秩序であった。武王の息子の成王の時代、武王の弟、周公旦が唐の地を征服したため、武王の息子にして、成王の弟である武を唐の地に封じた。武の故郷が、秦水という川の名前を取って、秦という国を建国したのがこの国の始まりである。つまり秦は、周王朝と同じ一族が代々治めていた国なのである。やがて時は流れ、紀元前770年に一度周が滅び、その生き残りが当周を建てると、春秋時代と呼ばれる時代が始まった。春秋時代になり、最初に頭角を現したのは、東方の地、現在の山東省のあたりに、大公望が建てた国である、聖の国の観光であった。詳しくは、聖の観光を見てね。ほぼ同じ時代、秦の国では激しい後継者争いが巻き起こっていた。時は建高の時代、建高には3人の孔子がいた。建高は公職な男で、3人の子供の母親はそれぞれ違うのだが、異民族の李柱を討伐した際に得た、李希との間にまた新たな子供が生まれた。その子を後継者にしたい李希は、一計を案じてその野望を実現しようとする。この時、秦の大使は秦政というもので、実力、評判、血筋ともに申し分なかった。血筋？秦政の母政教の父は、なんとあの政の観光だ。それはすごい。ついでに言うと、妹は秦の牧校の妃でもある。司書によっては、この牧校を春秋の五派の一人に数えている場合もあるね。まさに華麗なる一族だね。我が子を後継者とするためには、何としてもこの人物を消さなくてはならない、そう思った李希は、秦政に向かってこう言った。ひもろぎを作ってお父上に送りなさい。ひもろぎとは何ぞえ？わからん。だが、神々に捧げる一種の祭肉であったらしい。高校者の秦政は、それを良いことだと思って、ひもろぎを作って父に捧げることにした。李希は、秦政の目を盗んで、ひもろぎに毒を混入させた。あ、悪女だ、悪女がおる。ひもろぎは健康のもとに送られ、健康がそれを食べようとした瞬間に、力はそれを止め、近くにいた動物に食べさせた。哀れその動物は死んでしまい、その後力が近くにいた宦官にそれを食べさせると、哀れその宦官は死んでしまった。その後、神聖は自殺した。そして身の危険を感じた残り二人の子、異語と長子はそれぞれの母の小国に亡命することになった。その後兄弟になった秦の国は、周りの国々を侵略していくようになる。しかし健康もよる年並みには勝てず、力との間にできた形勢を、最小の純速に任せ、静かに息を引き取っていった。おいところで秦の文公はいつ登場するんだよ。まあ、そう焦りなさんな。実はもうすでに秦の文公になる人物は出てきているんだからさ。はてさて、秦の内部では、形勢が秦の公になることに、納得できない人たちがいた。特に李国という人物は、敵の良い長子こそが秦公にふさわしいと荀息に進言したが、荀息は亡き健康との約束だと言ってこれを退けた。怒った李国は、公に就任する前に、形勢を、母親の力ともども殺害してしまう。困った荀息は、健康と力の妹との間にできていた、投資を擁立するも、李国はこれも殺害してしまう。李国は、英明で知られる長子を迎え入れようと、使者を送るが、長子はこれを辞退した。李国は仕方なく、領の国に亡命していた、囲碁に使いを送り、秦に迎えることにする。囲碁の側近は、自分たちだけで秦に入るのは危険だと言い、東の大国秦の助けを借りて秦に入ることを提案。そこで囲碁は、自分たちが入国できたら、秦に秦の国の一部を割譲する約束で助けを借りた。
以後はこうして秦の国に入り、慶公として即位することになる。慶という文字は、暗君を意味する文字であり、慶公は、その文字通りの君主であった。慶公は秦に到着した後に秦に使いを送り、約束の領土は渡せないとした。さらに、自身を呼んだり国を礼遇し、最終的には死を与えた。さらには秦と内通している可能性があると言って、秦の要人7人をも殺害してしまう。なかなかの暴君だねこりゃ。これには当の秦の国の人々が驚き呆れ、誰も慶公には心から心中しなかったという。そうこうしているうちに、秦は飢饉状態となり、困った慶公は秦の牧公に助けを求める。秦では約束を守らない秦に対し援助するかどうかで揉めたが、最終的に牧公は、その国の君主が悪くても、その民には何の罪があろうか、と言って秦に援助することを決めた。牧公かっこいい。その後、今度は秦が飢饉に見舞われた。秦は秦に対して援助を求めたが、慶公はそれを拒否した。慶公、かっこ悪い。これにはさすがの秦も堪忍袋の尾が切れた。秦は領土分割の約束を反故にしたことを理由に秦に侵攻した。秦は圧倒的な強さで秦を破り、慶公は捕虜となる。秦の牧公の妃は、慶公の姉でもあったため、命だけは助けたが、その代わりに大使であった呉を秦に人質として送らせた。そして秦に帰った慶公が最初にやったことは、弟の長子を殺すことだった。なんで？慶公があまりにもひどいので、みんな長子が国に来てくれればいいのにと思っていたからだろうね。古今東西、無能な人間ほど地位にしがみつく。慶公は長子の元に暗殺者を送ったため、長子は姓の観光を頼って姓に亡命した。その一方で、ある事件が起きていた。秦に人質に出した大使後が逃げ出して、秦に戻ってきたのだ。紀元前637年10月、慶公が死に、大使後が開皇として即位した。これには秦が大激怒。秦は長子を探して秦の皇につけることを計画した。開皇はこれを防ぐために、長子に協力した者は、一族郎党みな死刑にすると宣言。その言葉通り、長子新派の重臣をことごとく処刑した。ダメだこりゃ、もうなんかダメだこりゃ。はてさてお待ちかね、ここからが今回の主人公、長子こと秦の文公の出番である。ようやくの主役の登場きたー。優秀な人物の周りに優秀な人物が集まる。この法則の通り、長子の周りには、長子、小縁、加田、先進、義父子といった優秀な賢臣が揃っていた。賢公は長子に大秦の最前線である補助を守らせていたが、大使である秦政が死んだのを機に、身の危険を感じて母のふるさとに亡命した。母のふるさととな？長子の母はいわゆる加賀人ではなく、北方遊牧民族である、敵出身の危機という名前であったそうだ。賢公って民族の娘が好きなんだな。美しい娘だったら何でも好きだったんだろう。危機の残言を受けた賢公は、長子を殺害すべく宦官の李泰を暗殺者として派遣し、長子はそのたもとを切られるほど追い詰められたという。それでもなんとか母のふるさとまで逃げ延び、そこで族長の娘二人と結婚し、その間に生まれた娘は、重臣である長子と結婚した。そうこうしているうちに、父が死に、その後、秦の後継者争いを経て、慶公の時代になっていた。長子は、兄弟である慶公にも命を狙われ、姓の観光のもとに亡命を余儀なくされた。この際、長子は妻を置いていかねばならず、25年経って迎えに来なかったら、私は死んだものと思ってくれ、と言い残した。気が長い話だね。姓に到着すると、観光は長子を歓迎し、一族の娘を嫁にし、80頭もの馬をくれたという。太っ腹だね。馬は当時も今も非常に高価だからね、観光の歓迎ぶりがよくわかるよ。長子は姓がすっかり気に入ってしまったが、部下たちはどうしても秦に帰りたいと思い、その思いを語り合っていた。それを長子の妻である姓の女性が聞いていた。彼女は長子に対し、部下たちを連れて国に帰るように説得したが、
長次は生から離れたくないと言ってとどまる意志を見せる。そこで妻と部下たちは、長次を酒に酔わせ、寝ている間に馬車に乗せ、生の国を離れた。起きた長次は大変に怒り、矛を手に取って部下に戻るように言った。しかし部下はひるまず、私が殺されても、あなたが大成するならば、それは私の願うところです、と言い、その場はなんとか収まった。とはいえ長次一行には兵もなければ金も、行く当てさえもなかった。一行は最初僧の国に入ったが、無礼な扱いを受け、続いて僧に行った。書物によっては春秋の御派に数えられる、僧の上皇は長次を歓迎し、国賓の待遇をしてくれたのだが、僧の国力では秦には対抗できそうもなかった。そこで一行は僧を後にし、帝の国に行ったのだが、ここでは全く礼遇されず、南の大国であるその国に行くことにした。その国は、基本的には州の支配下にはおらず、この時の君主は州以外使えないはずの王、の位を用い、西王と名乗っていたが、長次一行の来国を歓迎し、諸侯と同等の礼を持って迎えた。しかしこの西王というものもなかなかの人物で、もし私があなたに力を貸したら、一体私にどのように報いてくれますか、と担当直入に聞いた。長次は、戦になった場合、我が方の軍勢を大幅に後退させましょう、と答える。これを横で聞いていたその将軍士玉は怒ったが、西王はこれを聞いて気に入り、長次を厚遇した。秦が長次を探し始めたのは、ちょうどそんな折であった。秦に到着した長次を、牧公は歓迎し、秦の一族の女性5人をその妻とさせた。奥さん多くない？一夫多妻制といえどもかなり多いね。しかも、そのうちの一人は、開口が秦に残してきた妻だったという。それを聞いて長次はこれを拒否しようとしたが、秦の主君であった騎士に、これからあなたは、大使子から、国を奪おうとしているのですよ、と言われ、これを受けたという。そして、長次が秦にいると聞いて、秦国内から多くの者が長次の元に駆けつけた。紀元前636年、秦の牧公に助けられた長次は、秦に向けて進軍した。最後に秦の土を踏んだのは19年前、年はすでに62になっていた。戦いに勝利した長次は、秦の軍公となり、敗北した開口は領の国に逃げ、そこで殺害された。開口の残党は軍公を殺害しようと計画したが、それを聞いた李帝は軍公にこれを伝えようとした。李帝って誰だっけ？かつて軍公を殺害しようとして、その他元を切りつけた暗殺者さ。軍公もこれを恨みに思っていて、当初は会おうとしなかったのだが、こう言って反論した。かつて姓の観光は、自分を殺そうとした漢中を許し、そのおかげで覇者となりました、と。それを聞いた文公は話を聞くことにし、九死に一生を得ることができた。寛容さはやっぱり重要なんだね。やがて文公は反対派を討伐すると、秦には久方ぶりの平和が戻り、文公はようやく、残してきた妻を秦に呼び寄せることができた。感動の再会だね。文公は苦労したからか、それとも様々な経験をしたからなのか、人民に非常に優しい政治を行った。さて、文公が即位してから4年が経ち、僧が祖に攻められるという事件が起きた。僧は各国に救援要請をし、秦は征、秦と共にその要請に応えることにした。紀元前632年、後に上牧の戦いと呼ばれる、春秋時代最大の戦いが始まった。数年間の前征のためか、秦の国力は飛躍的に伸びており、秦一国で、4頭立ての馬車が700両もあったと言われている。この時代、各国の上限は3軍と言われていたが、文公の時代の秦は、6軍を所持しており、一国で数国分の兵力を要していた。一軍ってどれぐらいの規模なんだい？1万2500人だったと言われている。この時代の世界において、秦は世界最強国家であったと言えるだろう。楚と僧の戦いは、その圧倒的な勝利に終わった。秦はまず、その属国とも言える僧を攻めることにしたが、その途中にあった A に行軍を阻止された。昔将棋だった時代に無礼だった奴らだね。
秦は圧倒的な力で A を攻め、結局 A も宋もその支配下に収めることに成功した。やがてその軍団が攻めてくると、秦は圧倒的に有利だったにもかかわらず、一度撤退した。なんで、なんかの作戦かい？かつて軍校は、その西欧に、戦いになったら軍を引かせると約束したのを覚えているかい？軍校はその約束を実行したんだよ。なんとも義理がたい。一方の楚は、引くことはせずに上僕に進み、連合軍との最終決戦に臨んだ。秦の軍団はわざと負けたふりをしてその軍団をおびき寄せ、別動隊で楚を挟み撃ちにし、見事大勝利を迎えた。軍校は、上僕での勝利を、宋主国である周に捧げ、周からの賜り物を、首落ちにつけながら受け取ったという。これだけの力を持ちながら、軍校は改名の際、必ず周王を立て、尊王攘夷、という言葉は、そこから生まれたという説もある。文公のこのような態度、そして祖との盟約を守った態度は、諸侯に絶賛され、後の世においても理想的とされた。五冠末期に活躍した曹操は、秦の文公を大変尊敬しており、そのために自分の時代においては、決して帝位を簒奪しなかったという。他のどの国よりも、秦の文公の影響を受けたのは、我が国日本であろう。我が国日本の有力者は、いかなる幕府を開いても、日本の王たる天皇家を尊重し、決してその地位を簒奪しようとはしなかった。尊王攘夷は本場中国では死滅化した言葉となったが、日本においては、明治維新の時代まで、最重要視される概念となった。姓の観光も、秦の文公も、覇者とは呼ばれながら、周王を尊重し、決してその権威を侵害しようとはしなかったため、その態度は後のあらゆる歴史書。後に中国に起こったあらゆる思想で理想化され、どの歴史書においても二人の名だけは必ず、春秋の五派、に連なっている。紀元前628年、秦の文公はこの世を去る。在位はわずか9年と、短めではあったが、秦の混乱を制し、全盛を引き、最強国家を作った文公は、春秋一の名君と言えるだろう。と、言ったところで今回の動画は終わりだ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。